はい、今日7月2日、あっちゃん家の晩ご飯は、自作でポキ丼作ろうかなと思って、タイのオレンジ梅ソース和え、それと、もずくの、ポン酢生姜和え、で、オクラのおひたし、オクラとなめこの酢の物で、漬物はね、玉ねぎとごぼうときゅうり、ごぼうちょっと浅いかな、で、らっきょう、島根のらっきょう、島根ちゃん、鳥取のらっきょうで、紅生姜で、昨日の豚汁、以上で作っていきましょう。みきちゃんのね、ポキ丼を、みきちゃんのポキ丼をね、作りましょう。タイと野菜で、ここにね、もずくで、なめことオクラ、これでね、おさらいしておきましょう。あとは自分らでかけて食べてください。かけんの？作るの？ポキ丼のおかわりもできるんで、置いとこうか。よいしょ。ではこちらかな。オクラはこっちやな、お前な。んで、もずくは。よいしょ。よいしょ。自分で適当に、これタイとな、オレンジのな、ソースのやつね、かけて、で、こんな感じで、もずくも美味しいで、よいしょ、こんな感じで、で、なめことオクラ、はい、好きに食べてください、こんな感じ。ではいただきます。これちゃうわ、オクラ言うて思いっきりもずく取ってね、おいしい、これおいしいな、タイのね、オレンジ梅、はい、おいしい、タイのめちゃくちゃおいしいよ。食べてすぐにね、作れたから、もう新鮮やし、めっちゃ美味しい。どう？いける？でも美味しいよ。美味しいわ、もっとね、サーモンとかね、マグロとかいっぱいやったら美味しいんだけどね、ありやわ。でもあったかいご飯にかけるのもまた美味しいな。もずく美味しいな、もずくも美味しいで、この前のお店のコリコリとかね、これもぬるぬる、生姜のアクセントがいいわ。で、紅生姜、美味しい。
お肉が美味しいな。何かける？酢のオクラかけたのか。え、そっちだ。こっちよ。だからナメコを抜いてな。光はナメコあかんから。おお、ナメコが入った。でもちっちゃいナメコ文句言うからな。普通のオクラをこっちにこっちにかけて、もうちょっと火を、鯛を乗せてあげましょう。で、もずくを、よいしょ。オクラいけるやろ。オクラ納豆にしてもっとおいしいけどね。イカオクラにしてもっとおいしいけど。前の季節ね、オクラ美味しいんだよね。旬の食べ物ないからね。ネバネバ系はね、うん、うん、うん、何も美味しいわ。めっちゃ最高やな。タイのみかん梅ソースめっちゃ美味しい。梅酢をね、まあ、ちょっと少ない梅だけど、ほんのり梅の香りがしてね、美味しいね。がっつり梅効かしたら効かせたら美味しいと思うんだけど、ね、ちょっと量が酸っぱいから無理かなと思って控えめにしてるけど、まあ上品だね。ほんのり梅の香りがして美味しい。おかわりは？生魚をお刺身で食べるってすごい美味しいんだけど、やっぱり生魚をこうやって味付けしてね、ね、ご飯にのせて食べるってありかもわからない。美味しいわ。うん。うん。うん。宮城の。もずくはすごかったね。これこれあれは美味しかった。スーパーのもずくはやっぱり歯ごたえが弱いね。あの味噌汁あんね。今日多分ねのっけ盛りになるから、ご飯玄米よりでもちょっと炊く前に近い方がいいから、ね、ごぶ好きにして。いや、
玄米ほど消化に悪くはないし、胚芽が入って残ってる分、ごぼう好きの分、糖の吸収も弱いしね、それでいこうかなと思って、やっぱり玄米が一番体にいいけどね、大事なところ捨ててるからね、基本玄米を食べるようにはしてんだけど、こういう時はね、こういう時とか TKG とか、こういう時はちょっとぶずきにしたりしてね、白米食べんくなったね、外食ではね仕方ないけど、家で食べる時は白米も食べんくなった。もっとでっかいタイでやってよかったな、俺。今度そうしよう。これポキ丼にすってもいいけど、あのね、ポキを作っといて、で、酢飯作って、それを混ぜてね、ポキの手こね寿司みたいなの作ったら美味しいかも。手こね寿司ってどっちかって、まあ、醤油みりんで味付けして漬けにするっていう定番やけど、これをねポキでやって、ポキテコネ寿司を作ると考えが美味しいんだかな。お母ちゃんはね、サーモンとキュウリと卵のあれ作ってくれるんだよ、チラシ寿司作ってくれるんだよ、あれめちゃくちゃ美味しいんだけど、サーモンをね茹でんのもいいじゃない、サーモン焼く、サーモンと酒を焼いてね、で卵とキュウリでチラシですよ。めちゃくちゃ美味しいな。なんかね、サーモン、これは鮭じゃなくサーモンね、茹でる。ね、茹でて、で、玉ねぎをみじん切りにして水にさらすね。で、辛み取って、で、それをね、ほぐしてマヨで和えて食べね。あれも美味しいんだけど、うち子供が玉ねぎ食べへんのとね、いいんだけど。お母ちゃんは時々サーモンじゃなく鮭ですね。しょっぱいね。あれはサーモン。で、まあ、こういうね、うちのお母ちゃんから受け継いだ料理を改造してね。鮭か、まあ、焼き鮭が一番おいしいね。あっちゃん的には焼き鮭、ちょっと辛いめの焼き鮭が好きやねんけど、と、卵と、きゅうりと、酢飯で和えたもの。チラシです。たまにあっちゃん作るでしょ。あれの、ちょっとね、辛、しょっぱいめの酒バージョンが美味しいね。ほんと、その酒に変えて、ポキにする。ペコネズスみたいな感じで。見たら、漬けにした、何かやけど、漬けにした、これ、タイ、いったら美味しいと思う、ね。でも、そのままにしてみようかな。またレシピが増えたね。ポキテコネ寿司、味噌汁おかわりじゃん、聞いてない、うまくなってきてない、これね、朝からヒカが勝手に温めて食べて、昼過ぎにまた勝手に温めて食べたらしくてね、煮詰まったのがちょっとしょっぱくなって、辛くなってるの、美味しいわ、味が何回か温めてるからすごい美味しいな、味は濃くはなってるけどね、勝手に温めて食べてくれるから楽になったわ、美味しかった、ごちそうさまでした。ポキ丼美味しいね。でもポキって確かね、ハワイの料理やと思うね。で、ポキの丼はね、ハワイの料理で、コストコとかでもサーモンのポキとかマグロのポキ売ってるでしょ、あんな感じやと思うけど、それの味付けをいろんな工夫して和風にね、梅とね、醤油、まあ醤油ってポン酢ね、自家製ポン酢と梅か、梅マヨネーズ、これ入ってもいいし、
今回飴茶は梅とオレンジ、みかんと、ポン酢に醤油で混ぜたからね、かなり味が広がって美味しい。まだこのシソが入ってるのも美味しいしね、うん、もうちょっと残ってんでいい、うん、ね、うん、なんかオクラのね、あちゃんのなめこオクラがすごい好きでさ、これがいい味出してた。オクラね、あちゃんが飲むのが好きなの。オクラ体にいいからね、特にこの夏前に食べるとね、夏バテしにくいね。夏になるとね、こっちのまだ出てないの、こっちの地のオクラはね。でも、そろそろもうちょっと夏になったら道の駅で地のオクラが出るから、地のオクラをね、板ずりしてレンチンして、でそれ塩かけてね、オリーブオイルかけて食べたら最高。それだけで十分。やっぱりね、いい野菜はね、塩とオリーブオイルだけでいいね。いや、塩だけでもいいんだけどね、オリーブオイルと最高なんだけど、こんな感じでね、食べていくっていうのがいいんじゃないのかなとあっちも思います。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯はポキ丼でした。美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯ご提供で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。